新大ウルトラミラクルジャグラー、一週間遅れの導入。ついに幡ヶ谷に導入されるようです。今日は12月9日、特定日でも何でもありません。3台導入されます。多分取れます。ちなみにガールズ今年出ました。導入初日データこちら。強い。だからこれ5のつく日なんですね。だからちょうど5のつく日に月曜日で導入されて強くなってるのはまあ5のつく日だからっていう可能性ある。ミスタージャグラー。これも強い。で、これ2のつく日なんだよね。2のつく日、幡ヶ谷特定日。だからこの2のつく日で強くしてるったっていうだけの可能性が高い。で、今日何もないでしょ？まあ、こう設定打てるチャンスって言ったらもう、初日か、導入されてからの初めての2のつく日、12日に1台とかしか、あと5のつく日か、初めての。しかないと思うんだよね。ミスタージャグラーの時も6使ってるデータがね、ちょっとご飯食べよう。あとご飯ちょっと、昨日買ってきてんだよね、これが。抽選終了。取れるね。ちなみに、抽選24人。まずここはね、4分の3突破しました。マジか、取れてなかったんだけど、プレミア出たぞ。今ビッグ2回引いて、2回目のビッグプレミア出たんだけど取れてなかった。普通にうわー、ライチ停止をした瞬間なんか3回シュペシュペシュピンっつって流れ星がシュペシュペシュピンって。でも今、3台あって、俺がビッグ2回で、真ん中の台がレギュラー1回で、もう1台が、00です。今のところ俺が理想でも、もう全然そんなの関係ない。楽しもう。
チガチなんだけど。単独ビッグ6回、チェリービッグ1回、単独レギュラー4回、謎レグ1回、ブドウ 5.84 ぐらい、ブドウはなんか500ゲームぐらいまで 6.6 とかだったらめっちゃ悪かったんだけど、収束一気に回復して 5.4 まで上がりました。これやばくないか。で他の2体が、4の3と1の5っていう、まだわかんない。でも今までの傾向で言ったら1台は絶対なんか高設定っぽいやつあるから、それ引いてる可能性あるな。まあまだ信用しないけどね、全然。ここでうわもう積もったって思ってここから全の割れとかするとマジで精神的に持たないから、まあ全の割れする覚悟で、うん、まあでも中間、最低でも中間でしょ。まあなんか低設定のモーニングで最初に1000枚出て一気に1000枚飲むみたいな可能性あるけど、それはこっから分かること。あと1000ゲームうねうねしたりもっと上がってったらモーニングはない、で中間か高設定、うん、とりあえずこっから1000ゲーム、いや楽しすぎる。これね、に一番好きだからね、ウルトラミラクルジャグラーが、ミラクル系が。あの打ったことはなかったんだけど、スロットもやったことなかったから、2年前に俺ジャグラー始めて、でいろいろ過去のジャグラーとか調べてて、スーパーミラクルジャグラーって何みたいな、で何このリール逆回転とか高速とか、何この面白いやつみたいな。一番打ちたかったジャグラーなんですよ。あのスロットもやったことなかったから、スロット特有のな、ガサン警備員来ましたね、すぐ警備員見つかるな。これはもう今多分1000枚ちょうど出たぐらいなんだよね、このハマりが。怖いです。ただブドウがガッチガチ、うん、ウルミラ今のところまあ予想値だけしか出てないけど、設定位置で 5.94、 まあ1でもすごいいいから上振れやすいと思うけど、6で 5.79、 1から4がほぼ一緒で、5でちょっと良くなって6でもっと良くなるみたいな。だとしてもこのハマりは、まあでも高設定でもね、1回3000ゲームぐらいでプラマイゼロに一旦来るみたいな、でバーンって跳ねるみたいな全然あるから、まあまだやるけど、まあレギュラーは謎レグ1回また引いたけど、まあウルミラ一番レギュラー確率低くて設定後で300分の1ぐらいだから、うん、そんな気にしなくていいと思う、そこは。でまあ何を気にすればいいんだっていう、多分ウルミラはジャグラーの中で一番設定判別できないジャグラーなんで、もう打っていくしかないですね、うん、このハマりを持ちメダルで消化できるかどうか、そこです。まずは全の俺はちょっとやだな。
告知ランプが点灯しますプレミア、あれマジでいいね。あれを見たいなと思ってたんだよ。でゴリゴリ中間挙動だなこれ。何秒かまったんだ、600ぐらいはまってまた300はまったからね。まあこれはまあ基本的にプラマイゼロまで戻っていく。ブドウもちょっとずつ悪くなってます。まあでもそもそも6でも上振れすぎてたから、それは収束6でもするんだけど、レギュラーも足りてないし、さすがに中間挙動すぎる。それか中間だったらまだいい方、朝一モーニングだったら1000枚出て1000枚飲んでさらに突き抜けてゴリゴリマイナスなるからね。普通にもう朝打ってた人もう全員やめていきました。まあ、俺が中間で上振れたパターンで残り2台はどっちも下振れて、合算200分の1とかで、しかもビッグ1レギュラー8で200分の1だから超マイナス。いやー今日別に何でもない日だからな。まあ、普通に今帰れば全然投資150枚だから普通に勝ちだけど、いやここで帰った方がなんか良さそう。なんかまあ中間挙動でも強烈なビッグの引きあれば1000枚ぐらいで停滞はできるんだけど、それか朝一今1500枚ぐらいマイナスの台があってビッグ2レギュラー8で上がりかけてそっちに移動するっていう手は、全部中間だったらプラマイゼロまで戻る可能性があるから、まだ俺の台打ってるよりそっちの方が可能性ありそう。中間だろう。なんか移動しまくってるけど、隣の台俺移動して、そしたらすぐ俺の台に別の人が来て、当たるな当たるなっつって心の中で思ってた。そこで当たったらマジで精神もたないからマジ当たらないでくれっつって、そしたら100ゲームぐらい当たらずすぐどいて、で俺も当たんなくて、ガーって戻る時ってビッグしか出ないかったりほぼ連チャンで戻るんですよ。であれって1回ビッグ引いてたけど、1回ビッグ連チャンしたけどもうそこで100ゲーム超えちゃってレギュラー出ちゃってたんで、で200ぐらい俺回して当たんなかったでしょ。だからあれは戻るやつじゃないんですよ、どん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 行くやつで。俺の台に戻ってそこからなんとかレギュラー引いて、でビッグ連チャンして、で今100ゲームぐらい回して当たらずって感じですね。いや中間っぽいけどね。ただブドウがね200ゲーム今回して 5.2 なんだよな。ブドウすげえいいんだよ。なんかでもブドウだけで追っていい機種じゃないし、そんな根拠もないし、中間じゃねえか。1台当たりあるとしたら俺のっぽいけど、でもまあ全部3000ゲームも回ってないから全然わかんないけど、根拠的に12日なんじゃねえかな、入れるとしたら設定。それか明日、今日フェイクで明日入れるとか結構やってくるんですよ。なんか前ハッピー増大した時ハッピー全滅で、そのハッピーの後ろのガールズ全台だったんだよね。うざいことしてくんの、フェイクやってくるんだよなこの店は。もうちょっと今の台回して当たんなかったら帰るわ。さすがに続けられないね。
うん。根拠が崩れまくりました。ので、やめました。うん。別に全突破してもいいんだけど、そういうチャンネルじゃないんで、視聴者のために金使うチャンネルじゃないんでね、価値を追求してるチャンネルなんで、プロとしてはもう根拠が崩れた時点で、やめなくちゃいけない。まあ、ブドウはずーっとガチガチだったね。うん。ただもうブドウだけ。合算も落ちて、レギュラーも全然足りてない。今日が特備とかだったらまだ続けるけど、ゴリゴリ中間挙動食らったんで、まあ、高設定でたまたまそういう挙動しちゃってるっていう可能性あるけど、ぴったり1000枚なんで、ぴったり1000枚でカンってこう、まあ、この中勝てたのは、昨日食べたピザのおかげです。俺の最強のオカルトね、近くのパン屋さん、シーズマンベーカー、日曜限定のピザ、それを食べた週は、負けないと。まあ、それの効果が発揮されたということでしょう。あと、朝一ワクワク打法ね。朝一だけ、なんか、ワクワクしてるから、すごいボーナス引きやすいみたいな。そういう感情に結構、ジャグラーは左右されるんで。さらに今日は、新台導入初日バージョンで。1000ゲームまでゴリゴリだったからね。だからまあ、中間低設定でも、出だしの1000ゲームぐらいは、ああいう挙動するよっていう。はい、買ってきました。オールドグランダット80。私が一番好きなバーボンです。3000円。まあ、今日7000円勝ちなんで。モンスターおすすめ。レモンサワー、ノン、プレーンレモンサワー、ノン、ノン、メンマ。これ。と、温かい2つ。はい、ということで、風呂入った手でやらせていただきたいと思います。ね、久々のメンマですね。でも、うまいって言ったら、もう味の素の味めっちゃすんじゃんみたいな言われたけど、これね、グラタンコロッケとスパイスイッテゲンね。まだ9時なんで最終データ出てません。ただ、ウルミラ1台上がってます。どの台かは、はい、後でいただきます。うまいんだな。こっちが本命らしいんだよね。これ甘くない方ね。この前は甘い方買ったんだけど、モンスター的にはこっちらしい。で、はい、浮いてくる。いただきます。うん。俺は甘い方が好きだな。はい、いきます。うお、はい、うん、最高の、いきます。うまいね。スティギンいただきます。まあもうこれは衣が厚すぎてもうチキンがほぼないんだよね。やっぱ冬はグラコロだよね。いってきます。うん、うまっ。まだ10時10分なんで、もうちょい、もうちょい、すいません。もうちょい最終データまでありますので、作っちゃいます。超剥きやすいですと。
賞味期限は21日まで、全然余裕です。ラストオリーブ、ちょっと足りないか、いけるか、ギリギリいけるか、いけない。はい、結構前に買ったサイゼリヤのオリーブオイル、これマジでね、サイゼリヤでこれだけテイクアウトできるんだけど、これがマジでやばいらしい。はい、入れておきます。はい、入れちゃいますか。ここぶち込む。コンソメ小さじ1、はい、塩2つまみ、ガチガチの蜂蜜小さじ1、もういいかな、完成と言ってよろしいですか。よろしいです。最後に、オリーブオイルを軽く垂らして全体に、はい、はい、滑り落とすだけ。はい、アラビアータ完成。本物のアラビアータ、いただきます。行きましょう。っていうか最終でウルミラしかねえのか。ウルトミラじゃこれじゃ。いや、これが一番ありそうだった。さっき130分の1ぐらいまでなってたんで、レギュラーも320分の1ぐらいまでなってる。だこれ多分7000とか回した人は一人じゃないと思うけど、頂点に行ってるところ多分1500枚ぐらい出てるんで、その時多分130分の1とか120分の1台になってたデータだったと思うから、うわっこれ初日だからこう設定じゃんみたいな感じで座ったらグーっていかれたんだ。でもね、あー、これでも違かったんだ。こう設定っぽい連チャンしてほら、ここ331レギュラーから12345678999連してるからね。まあ連チャンはするんだよ、中間低設定でも。ただハマりが、高設定と低設定の違いって、ハマりがどれだけ少ないか。これほら、最初333レギュラー引いてるでしょ。で、次1G 連してる。で、17ビッグ、46レギュラー。ね。このなんか、すごい浅いところで当たってる感じあるじゃん。ほら、ここも。16、8とか、7とか。で、ここら辺もそうだし。だこれがあったから俺、ああ、こっちだったんだなって、こういう、ウルミラってこういう挙動するのがすごいハマりはするけど、ズーっていう連チャンが多いのかなみたいな思ったんだけど、違ったね、結局多分これはね。レギュラー確率も360分の1。で、真ん中の台、俺がちょっと打った台ね。ね。わかるんだよ俺。上がるときって。ビッグしか出ないから。で、100ゲーム以上いかないから。下手したら30ゲーム以内で、トゥルってビッグ引いて、グッて戻るの。それがなかったんだよね。一回なんか、1500枚ラインで、これちょっと上がってるでしょ、これ。1500枚ぐらいで。だから、その上がりかけてるところでやめられてたから、これあるんじゃないかって座ったんだけど、100ゲーム超えた、プラス、レギュラー引いてたから、多分これ上がっていかないやつだなと思って。まあ、正解でしたね。で、俺のやつね。170分の1、危な。危ねえ。よくじゃあ1000枚出したな、俺。ワクワク打法。寝台導入初日ワクワク打法ね。引き戻ってんじゃん。ピザ食べたおかげで。な、低設定、もうゴリゴリ低設定じゃん。これだって7000ゲームあって170分の1だよ。まあ2は入ってるかもしんないけど、80分の1とか、そのぐらいのレベルまで持っていける引き。で、あと他にね、毎弱1台あったんだ。
あ、これだ。入れんだよな。5ぐらい入ってるだろ、これ。強弱もなんかあったぞ。なんでこうなんの？なんで2000枚入れんの？低設定だの、ゴリゴリに。ねえ。なんか、幡ヶ谷すごいこういうデータ多いんだよな。おじいちゃんおばあちゃんたちが多いからかな。下北とは圧倒的に違うんだよな。下北になんか、こういうおじいちゃんおばあちゃんいないもん。幡ヶ谷はもう、下北の100倍ぐらいいるからね。それ、なんだこれ。ビッグ22レギュラー13。これも2000枚出てんじゃん。ただの、いや、普通に低設定でしょ。え、低設定だよね。まあ、中間は入ってるかもしんないけど。中間でもこんなならないでしょ、普通。おじいちゃんおばあちゃんたちの引き強が半端ないな。ということで、一番マイナスの台、ドイツ。いや、でも真ん中の台かな。真ん中の台はもう2000枚以上マイナスだからね。真ん中かな、明日狙うとしたら。まあでも、とりあえず下北行くけど。